派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の私の所属する清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知をしており、今後、事実関係の上、事実確認の上、適切に対応するものと認識しています。その上で、報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知しており、お尋ねにつきましては差し控えさせていただきます。一連の疑惑で長官への国民の信頼は揺らいでいると思いますが、長官はこのまま職を続けるお考えでしょうか。まず先ほど申し上げましたとおり、引き続き緊張感を持って、私に与えられた職責を果たしてまいりたいと考えております。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、具体的なこの状況について申し上げることは、私の立場から控えなければなりません。この政策集団の問題について、今、告発を受けていると承知をしております。これについて、私の立場で発言することは、これはこの捜査に影響を与える恐れがあります。パーティー券の販売、ノルマを超えた分を派閥の方には報告、計上せずにですね、自分のところで抱えていた、そういうケースはあったんですか、ないんですか。派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても、精査して適切に対応してまいりたいと考えております。私、派閥のこと聞いていません。派閥は刑事告発つけてますが、松野さんは刑事告発受けてませんでしょ。あなたの政治資金の取り扱い、あなたが売ったパーティー券のことをちゃんと派閥に報告したんですか。あなた自身が答えられることだし、あなた自身じゃなきゃ答えられないことです。お答えください。繰り返しになりますけれども、派閥が現在、政治資金に関しまして、刑事告発をなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえ、私の政治団体についても精査し、適切に対応してまいりたいと考えております。答え中ですけど。